もの長い間、中国は日本にこのような大切なことを教え続けてきてくださいました。数千年以来、中国教给日本无数宝贵的经验与智慧。人間の最も大切な瞬間は一番苦しい時です。その時こそ人の力が一番あふれてる時なのですと。人類最痛苦的时刻恰恰是最珍贵的瞬间，因为此时人类会唤起无穷的力量。めげずくじけずへこたれず諦めず、この目に見えない敵と粘り強く戦って必ずや勝利を呼び込みましょう。不气馁、不松懈、不畏惧、不放弃，百折不挠，勇往直前，与看不见的敌人顽强抗争，必将迎来最后的胜利。部下の皆様、中国医療界の皆様、偉大な中国人民、この苦難を乗り越え、次なる苦難に備えよう。武汉的朋友们，中国医疗界的白衣天使们，伟大的中国人民，相信你们一定会战胜疫情，克服将来遇到的所有艰难险阻。我爱中国，我you